はい、ビジュアル系の歴史講座、今回は第3回目です。前回まででビジュアル系が生まれてだんだんとその人気を定着してきたところまではお勉強したよね。はい、葵先生、メガネが素敵です。それから90年代も半ばに入り、ビジュアル系のバンドがライブハウスを飛び出してどんどんとお茶の間に進出するようになってきたんだよ。特定のファンだけじゃなくて、広くいろんな人がビジュアル系を知るようになったっていうことなんだね。そう、 X ジャパンが毎年大晦日に行われる国民的テレビ番組 NHK 紅白歌合戦に5回も出演したり、日本のバンドとしては初めて東京ドーム 3days を行ったりして、ビジュアル系バンドの一般認知度が全国的にぐんと上がってきたんだよ。すごいすごい。それで、X ジャパンの弟バンドと言われるルナシーも東京ドームで公演したり、 NHK 紅白歌合戦に出演したりと、兄貴に負けない活動をしてたんだ。 X ジャパンとルナシーが兄弟分だなんて、ものすごく派手な兄弟なんだね。さらに90年代後半になると、ビジュアル四天王と呼ばれるバンドが出現するんだ。ビジュアル四天王、それなーに？四天王っていうのは仏教における4人の守護神のことを言うんだよ。それだけ大きな存在のバンドが4つ現れたっていうことなんだね。そう、当たり。ビジュちゃんよくわかるね。えへへへ。それでビジュアル四天王って誰のことなの？ラクリマ・クリスティ、マリス・ミゼル、シャズナ、あとファナティック・クライシスの4バンドのことを言うんだよ。あ、ビジュも知ってる、その名前。マリス・ミゼルはボリューム2に出てくれたモアディス・モアのマナ様が作ったバンドで、今は俳優としても活躍しているガクトさんがボーカルだったんだよ。マナ様優しかったな。シャズナは女装のボーカルイザムさんが人気で、シングルは200万枚というメガヒットを記録したんだ。200万枚ってとてつもない記録だよね。 CD があまり売れてない現代では天文学的な数字とも言えるよね。このビジュアル系ブームに一役買っていたのがブレイクアウトという深夜のテレビ番組なんだ。ルナシーの深夜さんも出演していたんだけど、この番組からどんどん新しいビジュアル系バンドが世の中に巣立っていったんだよ。四天王とかメガヒットとか景気のいい話が続くね。でも残念ながらその勢いもそんなに長くは続かないんだ。どうして？それからビジュアル系に何があったの？はい、それは次回のお楽しみ。葵先生、そんなこと言わないで教えて。それでは皆さん、ごきげんよう。葵先生、意地悪。